阿部さん、今日のコーディネートのポイントをお願いします。はい、ですね、今日はイリスコ初日で紬を久しぶりに着てまいりました。はい、でこの紬はですね、なんかちょっと節があって、ちょっと牛首にも似てるんですけど、ちょっと牛首でもない、結構ね、地圧で、はい、とても着やすい紬です。なんかちょっと変わった柄ですね。ね、北岳の文様っていうんですかね、はい、はい、そのような紬になっておりまして、はい、あとはたまに登場する帯なんですが、はい、これも同じく紬地です、はい、おしゃれ、ね、おしゃれです。後ろは文様になっています、はいはい、あとはですね、この帯締めは最近江戸老舗祭りがありまして、そこで購入した帯締めで、うわっと思ってちょっと、ね、そう、気に入って買ってしまいました。はい、はい、あとお土産はちょっとこう青を入れたかったので、この帯揚げにしてみました。はい、すっきりして素敵です。ありがとうございます。以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。伊藤さん、今日のコーディネートのポイントをお願いします。はい、伊藤です。今日のコーディネートのポイントは、はい、帯です。帯、はい、ちょっと一目惚れして、はい、買っちゃいました。馬の蹄鉄がついてます。はい、馬好きですからね。はい、馬好きなんです。ぜひこれを着て、あ、すごい、かっこいい、レース見に行きたいです。最高です。着物もいいですね。これ着物はなんかもうちょっと違う色を、はい、選んでいたんですが、はい、スタッフ全員にこのグリーンのがいいよと、いや、本当に素敵です。られました。はい、バッチリ似合ってますか？ずっと似合ってます。ありがとうございます。最高です。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。